おいっす、こんにちは、メールです。さあ、8月になりました。チャレンジレベル10、攻略動画早速出していきたいと思います。かなりぬるい、チャレンジレベル8なんじゃないかなっていうぐらいのぬるさなので、まあ、あまり編成難易度高くなくても倒せるかなということでやっていきましょう。最初、マンモス。メルのスキルで、一旦ハートを作りまして、あそこを、なんていうんですか、あそこから右のドロップ完全無視でいきます。はい、ということで OK です。気をつけるべきところはまあちょいちょいあるので、そこは要所要所で説明していきたいかなと思います。ですね、アシストは遅延耐性代わりにアシストしてるだけなので、まああまり気にするべきところは、そうですね、メルの一応雲耐性つけてますけど、まあ雲耐性なくてもいいかなっていった感じです。で、気をつけるべきこと、ポイントその1、まずメジェドラは必ずリーダーチェンジを終えた状態で突破してあげてください。なぜなら、この次が、闇アグニーなんですけど、リーダーチェンジされていると、発狂してくるので、いきなり、ダメです。発狂というか、まあ、通常攻撃してくるので、気をつけてあげてください。で、普通にリーダーチェンジ終わったら突破していきましょう。確かアグニーの先制攻撃は割合なので、まあ、HP の量はあまり気にしなくて、おお、つながるな。いいのかなといった感じになっております。多分ね、どんなパーティーでも勝てるんじゃないかな。今回できるだけ編成難易度は低くしてあるんですけど。OK。で、3回で闇アグニリーダーチェンジです。で、ここで、エキドナ打っていきます。ちょっと、多分あんまりこいつ大級はなかなかきついので。遅延が刺さる敵がね、今回非常に多いので、余裕を持ってここはね、一応ちょっと硬いので2ターンの時に行きますけど、遅延を何かしら連れて行ってあげると非常に役立つかなといった感じです。まあコンボ数によってはこいつもワンパンできるんですが、ちょっと硬めなので、一応2ターン、残り2ターンの状態から攻めてあげるといいかなと思います。こんな感じでね、ちょっと残っちゃうんでね、遅延されちゃうからね、こいつ。この発狂ゾーンまで行くと4ターンぐらい遅延されるんで、まあ気をつけてあげてください。まあ、エキドナは誰でも持ってると思うので、さすがに。まあ、持ってない方は作ってね、ということで。OK。で、メルさんも結構活躍するんでね。はい、で、ここですね、雲耐性一応つけてるので、攻撃は効かないです。で、しかもこいつ回復力半減なんですけど、アヌビスくん、回復力をスキル使用時、何倍にするんだっけ、回復力上がるので、まあ結構適正なのかなということで、今回もう何でもいいんですけどね。あ、違うな、キーが決めれなかったわ。今回はアヌビスにしております。ここもあんまり硬くないので大丈夫でしょう。で、そろそろポイントその2に来るかな。ここも遅延耐性飛んでくるんで気をつけてあげてください。まあ、追加攻撃がなければメル打ってあげていいかなと思うんですけども、今回はあるので行きます。で、ちなみに6階がアルテミスなので、ここ、スサノオを使って突破してあげてください。じゃないとさすがにアルテミスの攻撃は強いのでね、あいつだけはマジで強え。はい、まあここでも遅延が刺さるんでね、もし遅延イデアルとか持ってる方は入れてあげたらいいんじゃないかなと思います。アルティミスの先生が6万後半かな、6万9000ぐらいかな。はい、で、オデドラで覚醒無効は解除していきます。で、あとはまあ普通に突破していきましょう。繋がってるなあ、つながるな。どこに持ってってもつながるな、ハート。まあ、スキル使用時倍率も出てるので、余裕で倒せるかなと思います。で、最後がなぜかイルシックス。6周年だからかな。まあ、わかんないけど、イルシックスは、まあ、メル使って、突破してあげたらいいんじゃないでしょうかね。なんか、一応追加攻撃組めてるな、あれ。怪しい組み方、ちょっと崩しますね。はい、もうちょっとコンボ欲しいかも。 OK でしょう。はい、といった感じで、なんかもう
全然手応えがないダンジョンなので、正直何のパーティーでもいけるんじゃないかなと思います。一応編成難易度低めでやってますので、少し参考にしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。